各選手の大まかな成績や活躍を振り返りつつ、FIFA22 でどのような評価になっているのか、選手パラメーターを確認していこうのコーナーです。今回はアップデートで札幌に復帰した藤村選手です。昨シーズンは J2 山形にレンタルしていましたが、出場はわずかに5試合。山形でレギュラーをつかむには至らず、不本意なレンタルになったかもしれません。現段階で実績を残せていないためか、ゲーム内評価もかなり厳しいです。ストロングポイントは特にありません。これが何よりも厳しいです。そして富士連に期待するところの値が軒並み低いです。ボールの置きどころ、展開力に定評がありますが、視野、パス回りが全く評価されていません。かなり厳しいです。札幌では中盤での起用がメインと思われますが、そこを務めるには守備関連の能力が低すぎます。これは全く守備ができない選手のパラメーターです。では前線で使おうとするにも迫力不足です。プレーメーカーとしても、ポストプレイヤーとしても、点取り屋としても厳しい印象です。課題は明確で、守備回りでしょうね。ここを最低限まで引き上げた上で何かしらの武器を身につけないとリーグ戦の出番なく今シーズンを終えることになってしまいそうです。以上、藤村選手のパラメーターチェックでした。この動画が面白かったよ、参考になったよと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。